はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の動画はインボイス制度がスタートして約半年が経過しましたが、インボイス制度に関するルール、まさかの変更点が出てきましたので、本日の動画でまとめて紹介していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、また各 SNS をやっております。ビジネス書2冊出版してます。どれもすべて概要欄から飛べるようになってありますので、ぜひ一度覗いてみてください。では早速、インボイス制度のルール変更、一体何がどう変わったのか、一緒に勉強していきましょう。はい、それではスタートして約半年で、なんとルール変更、インボイス制度のルール変更について解説していきます。本日の内容です。インボイス制度のルール変更が令和6年の4月に追加発表されています。何のルールが変更したのか。まず1つ目、高速道路の ETC 利用料が変更になっています。そして次2つ目、自動販売機特例の変更。こちらもルール変更がされています。この自動販売機特例の中身2つありますので、代表的なもの2つを動画で解説していきたいと思います。まず1つ目、自動販売機の住所の記載について。そして2つ目、銀行手数料のルール変更について。こちら自動販売機特例ということで動画で紹介していきます。ではまず最初に、インボイス、適格請求書ってどういったものだっけというところから簡単におさらいをしていきます。インボイスとは、インボイスイコール適格請求書と呼ばれるものになります。請求書、領収書等が該当してくるわけですけど、もう皆さんね、おなじみのように何度も私、動画でも他の先生方も説明をしております。適格請求書というのはですね、こちら1から6番の要件を該当しているもの、1から6の記載がしっかりすべてあるものを正しい請求書、適格な請求書ということで、インボイスというふうに呼んでいます。最大のポイントは、もう皆さんご存知であろう、こちら1番のところになります。この T から始まるインボイス番号の記載があるかどうか、これが一番大きなポイントとなっております。その他気をつけないといけないところとしては、消費税の税率 10% なのか 8% なのかっていうのをね、しっかり記載してあるかどうかという点も要件となっています。そしてこの1から6番の記載がないとですね、インボイス適格請求書とは認められないということです。これが基本ルールになりますので、おさらいになりますが、皆さんここまでしっかりとまず押さえてください。では次のスライドからルール変更について紹介していきます。まずは高速道路の ETC 料金の変更についてです。ETC の利用料なんですけど、クレジットカードで皆さん ETC 料金引き落としされている、まとめて引き落としになっている、またはね、個別に引き落としになっていること、今非常に多いと思います。ただしクレジットカードの明細書、皆さん一度手元に置いて見てみてください。こちらサンプルを置きましたが、こういったような明細書がクレジットカード会社から届いている、もしくはですね、ネット上でダウンロードできるようになっているはずです。こちらの明細書を覗いてみますと、先ほど言った登録番号はもちろん記載されていませんし、税率が何パーセントなのか 10% なのかっていうのももちろん記載されていません。ですので、このカードの利用明細書は適格請求書ではない、まあ、正しいインボイスではないということで、消費税の計算をするときに仕入れ税額控除ができないというルールなんですね。このようにクレジットカードの明細書だけでは適格な請求書と言えないので、仕入れ税額控除ができないというルールだったんですね。こちらが最初のルールになります。ですので、クレジットカードの明細書だけではダメというのが最初のルールでした。ところが次に実は緩和されてます。この緩和されたもの、実は前ね、以前私動画作ってるんですけど、どの動画になるかまたね、スライドの後の方で紹介をします。この最初のルールから実は1回目の緩和が入ってます。どういった緩和だったかというと、高速道路というのは皆さんよく使うと、利用頻度をさすがに考慮してですね、カードの利用明細書と合わせて高速道路利用証明書というダブルで保存しておけば、これで仕入れ税額控除して OK ですよっていうふうに緩和を最初しました。こちらの高速道路の利用証明書をどこで取るかと言いますと、皆さんが利用している高速道路会社のところに ETC 利用サイトというのがありまして、そちらにログインしてデータを引っ張ってくるという流れになります。そしてこの1回目の考慮したんですけど、いやいや、やっぱりさらに緩和しないと実務上なかなか厳しいんじゃないかということで、最近新しくさらに追加でルール変更がされています。これが3つ目。さらに考慮をして、令和6年の4月に追加された項目となっています。
こちらがですね、利用証明書を1回取得保存しておけばいいですよ、セーフですよというふうにさらに緩和しました。これはですね、利用証明書を毎月毎月ダウンロードしてきてっていうふうにしなくても、皆さんが利用している各高速道路の会社ごとにですね、1回取得をして保存をしておけば、それで、ね、仕入れ税額控除して OK というふうにルールがさらに緩和になったというのが今回のルール変更です。まあ、正直なところ、ちょっと ETC 料金ってはよく使う項目なので、最初からねこういう風にしておいてくれたら本当は良かったんだろうなと個人的には思いますが、まあやはり最初はですね、この適格請求書じゃないと仕入れ税額控除ができないというのが基本ルールだったので、まあ仕方ないことなのかなというふうに思います。皆さん、この高速道路使う方、該当する方はしっかりこのルール変更されているってことを押さえておきましょう。知らないとですね、ずっと毎月毎月ですね、この利用証明書を取り続けなければいけないという無駄なことになります。こういった情報を仕入れて効率的に経理するようにしていきましょう。では次の自動販売機特例のルール変更について解説していきたいと思います。まずこちらもですね、この自動販売機特例というのがどういったものなのか、基礎をおさらいしてからルール変更について紹介していきます。はい、適格請求書免除のルールというのが実はあったんですね。こちらもうね、すでに皆さん知ってる方も多いのかもしれません。本日の動画で初めて聞くという方はですね、しっかりと押さえておきましょう。そもそもインボイス制度適格請求書が交付義務を免除されるパターンがですね、1から5番あるんです。まず1つ目、これは公共交通機関を使った場合には、3万円未満の場合はインボイスじゃなくても適格請求書じゃなくても仕入れ税額控除しても OK ですよということです。こういった特別なルールというのが5項目ありました。その中の本日は4つ目が関係してくるので、4つ目の4番のところ見てください。こちらですね、4番は自動販売機自動サービス機により行われる課税資産の譲渡をした場合、そして3万円未満の場合にはですね、そもそも適格請求書は免除されると、交付義務が免除されるというルール、特別なルールがありました。これ特例なんです。この特例を一旦おさらいして頭に入れたまま、この後のスライド一緒に見ていきましょう。さて、ではこの自動販売機特例のルール、何が変更になったのか見ていきます。はい、自動販売機特例の変更ということで、今紹介したように3万円未満の自動販売機及び自動サービス機で行われる商品の販売はですね、インボイスなしで仕入れ税額控除できる、要は特例があるから交付を免除しますよというものでした。ただし今まではですね、帳簿に自動販売機や ATM の設置場所を記載する必要がありました。この自動販売機特例には自販機も該当します。皆さん仕事で自販機でジュースを購入するっていう場合あると思います。この場合にですね、最初のルールは帳簿へ住所の記載が必要ですよというようなルールがあったんです。特例のためインボイスの適格請求書自体は免除されるんだけども、その代わり帳簿に住所の記載を書いてねってことだったんですね。皆さん、自販機のある場所、何市の何町にあるのか、これって把握できるでしょうか？これはですね、私もこのルール聞いた時にですね、いやちょっとこれは実務的に厳しい、かなりハードル高いんじゃないかなっていうふうに思っておりました。そうするとやはりですね、ルール変更が今回入りました。さすがに住所の記載は大変だよねということでルール変更です。そしてこのルール変更は自販機だけではなくてですね、こういったものも関係してきます。こちら ATM です。 ATM で振り込みをした場合もこちらの自動販売機特例に当たります。この ATM は自動サービス機に該当するからです。ですので自販機や ATM を使った場合にはですね、今後こういった帳簿に何々し、まあ、どこどこの ATM ですとか銀行名や支店名を書いたり、自販機が何々市にあるものですというふうにこのような記載をしなくてもいいというルールに変更されました。こちらが新しいルールになります。帳簿への住所の記載が必要だったものが住所の記載は不要へ変更されたということです。この住所の記載なんですけど、令和6年の4月に追加されたルール変更なんですけども、遡って大丈夫です。令和5年の10月1日からインボイス制度をスタートしてますけど、そこまで遡って帳簿への住所の記載はしなくてもいいですよということになりました。このルール変更によってですね、帳簿の記載の大変さ、まあ、効率化が進んだというわけです。では次に ATM は自動サービス機に該当するので、今回のルール
ール変更が行われたわけなんですけど、 ATM ではなくてですね、同じ銀行の振り込みなんですけど、ネットバンキングを使って振り込む場合っていう最近増えてきてると思います。このネットバンキングについてもルール変更が行われたので、次のスライドから一緒に見ていきましょう。はい、銀行の手数料についてです。ネットバンキングの手数料について紹介していきます。先ほどは ATM の振り込みだったので、 ATM は自動サービス機に該当しますので、ネットバンキングの手数料と ATM の手数料は頭の中で分けて考える必要があるので要注意です。ここもちょっとややこしいところです。同じ手数料なのに取り扱いが違いますので注意しましょう。ではネットバンキングの手数料のルール変更について順番に見ていきます。そもそものルールは、ネットバンキングの手数料といえどですね、自動販売機特例は使えませんでした。ですので従来通りインボイスの保存が必要、適格請求書を保存しておかないといけないよっていうルールだったんです。このように自動販売機特例は使えませんと。ですので、じゃあどういったもので対応していたのかと言いますと、こちら1番目、金融機関が発行する証明書というのを出すことになりました。こちらインボイス制度がスタートして、各銀行金融機関がですね、当銀行のインボイス番号はこちらですとホームページに表記をする、プラスこういった手数料引き落としのお知らせというようなはがきを送付する、またはホームページにログインするとですね、この情報が出てくるように対応をしてくださったんです。そしてこの金融機関が発行する証明書があれば、こちらにインボイス番号など必要な情報が載ってますので、非確認請求書としてみなしますということで OK ですよっていうのが最初のルールです。そしてこちらがルール変更になってですね、銀行の振込手数料とか引き出し手数料って結構な回数で発生するじゃないですか。これは ETC と同じだと、 ETC も頻度が高い、このネットバンキングの手数料も頻度が高いということで同じルール変更がされております。手数料の明細書を1回取得保存すれば、それでインボイスとして的確な請求書とみなしていいですよと、問題はありませんよというふうにルールが緩和されました。そしてネットバンキングの場合、ネット上でいつでも閲覧することが可能であれば、わざわざダウンロードする必要もありません。基本的に1回取得保存をしておけば、その後はですね、ネット上でいつでも閲覧することができる、自分が使っているネットバンキングにログインして明細を開けることができればダウンロードする必要もありませんよということになりました。このダウンロードする必要はないというのは、実は電子帳簿保存法も関連がある項目になっております。電子帳簿保存法については他で動画作ってますので、こちらの動画の方でですね、電子取引のものを保存しなきゃいけないっていう風なね、新しい制度スタートを走り出してますので、そちらの方をぜひ見ていただければと思います。このように今はですね、インボイスの関連と電子帳簿保存法が関連してきて、このやり取りしている領収書や請求書、結構ルールが難しい、まあ複雑になってきてますので、皆さんしっかりと押さえるようにしましょう。では最後注意点まとめがありますので、皆さんね、動画最後まで見ていただきたいと思います。ここも非常に重要です。はい、注意点です。まず一つ目の注意点なんですけど、課税売上高が1億円以下の事業者は、令和5年の10月1日から令和11年9月30日まで支払いの金額が1万円未満の場合はですね、仕入れ税額控除の適用を受けることができる経過措置、少額特例というものがあります。ですので売上高が1億円以下の事業者の方は、この1万円未満の時にはですね、少額特例が使えるっていうことを押さえておいてください。そして2つ目、消費税の計算というのは、計算方法が3つあるんですけど、簡易課税制度や2割特例を選択する方はですね、仕入れ税額控除にインボイスの保存が不要のため、こういった対応、まあそもそもインボイス自体の保存が不要のため必要ないという方いますので、こちらに該当する方は本日の動画そこまでですね、深く考えておかなくても大丈夫です。ただし、いつ自分がですね、この原則課税の計算方法になるかどうか、また情報としてインボイスのルールが変更しているということはですね、経営者としてですね、やはり入れておいた方がいい情報なので、今回動画で紹介させていただきました。本日関連動画としておすすめあります。先ほど言ったこの少額特例について、何それという方、ぜひこちらの動画、インボイス制度1万円未満の少額特例の動画見てください。そして今日解説したルール変更なんですけど、ルール変更前になるんですけども、詳しく解説してますので、ぜひこちら2つの動画興味あるなって方は覗いてみるのも面白いかと思います。インボイス制度高速道路料金の処理がやばいというのと、インボイス制度銀行手数料複雑すぎないという2つの動画ありますので、こちらの動画を見ていただいてから本日のルール変更の動画を見るとですね、より理解が深まるかと思います。
はい、そして来週は領収書の整理整頓と絡めてですね、インボイス制度と電子帳簿保存法も絡んだレシート領収書のバージョンアップの動画出す予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。私はオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしていて、オンライン上に税理士を味方につけるということでコンセプトでやっております。メリットが4つあります。まず1つ目、質問と相談が税理士に直接できるということです。こちら文章で質問をしていただくと、私がその質問に対して文章で答えるということで、まあ、チャットのようなイメージを持っていただければと思います。それで2つ目、メンバー全員経営者ですので、情報共有ができる場として非常に好評です。3つ目、最新記事のインプット。私が平日毎日ビジネスに関することや経理税金の新しい情報、また SNS の裏側などなど表に出してない情報を平日毎日記事を書いてますので、その記事の購読権利がついております。4つ目のメリットは、定期的に Zoom 会議を開催しております。こちらサロンメンバーでないと参加できませんので、この Zoom 私に直接質問や相談することもできますし、また他のメンバーと直接情報交換ができるということで非常に好評です。オンラインサロンについての詳細はホームページ概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。参加お待ちしております。はい、そしてチャンネル登録まだの方、ぜひねチャンネル登録していただければと思います。今チャンネル登録が21万人を突破したところです。また私他にも SNS いろいろとやっております。出している情報違いますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日も動画最後まで見ていただいている方ありがとうございます。インボイス制度がまさかね約半年でこんなルール変更になるなんてっていうふうにね皆さん思ってるかと思います。今後もですね、もしかしたらまだインボイスのルール変更、新しい情報が出てくるかもしれません。今令和6年の4月の段階の情報となっています。また新しいルール変更や新しい制度をスタートしたとなりましたら、動画の方を作る予定でいますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。またですね、最近は定額減税が6月からスタートしますので、そちらの動画も出ておりますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。